いかがでした？さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら、クタのスープレックスです。いやー、これはやりたかった。ずっとやりたかった。燃える闘魂だね。これもね、デルデルマシーンで、カード出さないとね、できなかったタイプなんで、この12月に入って、できるようになりました。もう、クラッシュのね、サポートが残りわずかということで、公開されてるのも、あともう、2週間ぐらいだよ。だからみんな、この気にやろうねっていうことです。やります。やります。はい、まずはあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、プロレスもできちゃうらしい驚異の無表情キャラクター。クターがクタレスでリングに登場。ジャーマンスープレックスホールドでバンバン相手を投げるぞ。ジャーマンスープレックスホールドとは、相手の後ろから真後ろに投げて、ブリッジをして相手を固める技。タイミングよくクリックして後ろに投げよう。ブリッジ状態になった時にまたクリックすると、ローリングして続けて投げられるよ。ブリッジが潰れてしまったり、スリーカウント取られるとゲームオーバーだ。スリーカウント取られる。逆に取られる。まあ、ちょっとわからないけどね。やってみましょう。結構みんなやってるし、土星大輔。ほう。上の方に ST ブラックココカ100。親瓶がすごいな。跳ねてるな、ポイントが。ほう。ほう。ほう。やっていきましょう。ジャーマンスープレックスですよ。もう面白い。もう面白いけど、ああ、これリングどうなってるの？だって全然入れない体勢に。全然投げに行けない。あー、ダメ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 。よし、リズムをダメ、リズムが取れない。全然相手も、この相手のネイビーもさ、何この、これは長丁場だ。これを 190D までいった。 D だっけ、190ドロップの D までいった。親身はすげえな。手が痛え、指が痛え。カウント 2.9 で返す。ああ、バン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 。 2.5。 いやー、手に汗握るね。これカウント 2.9 で、 2.9 とかで返したらさ、 2.5 とかで返したらさ、多少このゲージが遅くなってほしい。ダメだな。押せない。もう早すぎて。これ、三沢じゃん。三沢じゃん。今気づいた。三沢じゃん。ははは。バカゲーの類に入るな、これはな。ってことで、クタのスープレックスでした。これ以上やろうというか、これが 100D まで行く頃には、1時間ぐらいかかってそうじゃない？ってことで、クターのスープレックスでした。皆さんぜひやってみてください。はい。